はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。本日バージョン 3.1 の情報が続々と公開されているんですが、中でも気になるのがやっぱり新キャラクターですよね。しかもなんとバージョン 3.1 は新キャラクターが3人も実装される。で、映像を見てもらってもわかるんですが、みんなね、戦闘スタイルが独特かつめちゃくちゃ魅力的になっています。ちょっと独特すぎてまだ理解が追いついてません。映像だけだとね、何が何だかわからない状態なんですが、なので皆さんと一緒に映像を見返しながら新キャラクターの確認をしていきたいと思います。ただその前にやっぱりガチャが気になりますよね。ガチャもすごいんで、まず見ていきましょう。バージョン 3.1 前半では新星5キャラクターセノが登場、さらにウェンティが復刻されます。ちょうど2周年のタイミングですから、最初のねピックアップキャラクターとか限定星5キャラであるウェンティが復刻されるっていうのは結構熱いですね。さらに新星4キャラクターキャンディスは前半ガチャの方でピックアップされます。いや、新キャラクターですからいきなり熱いですね。で、ウェンティに関してもスメールって結構吸い込める吸引できる敵が増えた印象なので、まあそういう意味でもね結構ありがたいタイミングです。そして後半ガチャでは新星5キャラクターニーローが登場、さらにアルベド復刻のダブルピックアップとなっています。アルベドに関しては相性のいい配布武器シナバースピンドルがどうなるかが気になりますね。はい、というわけでバージョン 3.1 ガチャは新キャラクター3人に加えて2人の復刻となりました。いやー、またまた悩ましいですね。ではここからはこの新キャラがどういう性能なのかというのをざっくりね新映像で見ていきます。公式配信の順番で見ていきますが、まずは新星4キャラクターキャンディス、水元素の長い武器槍キャラクターですね。で、さらにイラストでは盾を持っているっていうのが気になりますね。キャンディスは槍術を極めたキャラクターで、同時に技術の詰まった盾が戦闘をサポートしてくれるらしいです。まずは通常攻撃ですが、盾を構えて体当たり、突進したり槍を投げたりとかなり独特なモーションを持っています。これ殴ってるだけで面白そうですね。続いて元素スキルを長押しするとダメージを吸収するシールドを形成します。運金スキルとか北斗スキルに近い印象ですね。さらにチャージが完了すると前方に水元素ダメージを与えます。さらに天砲を解放することで、チャージ中に敵の攻撃を受けると一瞬でチャージが完了するという、カウンター的な効果がつくようです。そして大事なのが元素爆発、これがねいろんな使い方ができそうな面白い爆発ですね。元素爆発を使用するとチーム全員に特殊な状態を付与します。この状態があると、キャラクターチェンジをするごとに周囲に水元素ダメージを出せたりとか、さらに片手剣両手剣長い武器のキャラクターが水元素付与状態を獲得します。どういうことかというと、通常攻撃とか銃撃で水元素ダメージを出せるようになるってことですね。似たような効果だと超運の元素スキルで味方の通常攻撃を氷元素に変えるみたいな感じだと思います。これがいろんな使い方当然できますよね。例としてはガイアでね、元素爆発使いながら水元素通常攻撃することで1人で凍結状態を作れたりとか、あとは炎と組み合わせ蒸発反応を起こすっていうのも面白いですし、さらにこの爆発ね、通常攻撃で元素攻撃するとダメージが上がる効果もついてるみたいなので、単純に強そうですよね。キャンディス自身で水付与して殴るとかも可能なのかな。ちょっとアタッカーで使ってみたいです。そんなわけで盾で身を守ったり爆発で味方全体をサポートできるキャラクターですね。では続いてセノを見ていきます。セノは雷元素の長い武器槍キャラクターです。で、ストーリーやってる方はわかると思いますが、大マハマトラみたいですね。さらにカードゲームが大好きということでシンパシーを感じます。自ら法を執行する大マハマトラであるセノはズバ抜けた戦闘能力を持っています。で、これがかっこいいんすよね。元素爆発を使用すると心霊を憑依召喚し、身にまとい通常攻撃銃撃落下攻撃ダメージが雷元素攻撃に変化します。またモーションもかなりさっきの映像と違いますよね。なんかもう両手でガシガシ殴ったりとか槍を出して突き刺したりとか、めちゃくちゃ派手なモーションに変化しています。さらに元素スキルも重要で、爆発中にスキルを使用すると継続時間を延長できる。また固有テンポを解放することで爆発中に特殊な状態に一定間隔でなるらしくて、そのタイミングで元素スキルを打つとダメージがアップするみたいです。結構コンボ寄りのキャラクターに見えますね。そんなわけでどっからどう見てもゴリゴリのアタッカーという印象ですね。元素爆発を使うことで元素熟知と中断耐性もアップするみたいですから、元素熟知も重要なキャラクターなんですかね。雷だと新元素反応の超激化で純粋にダメージ出すこともできますし、ブンブン殴りながら超開花反応を起こして追撃していくというのも面白そうです。何にしてもメインアタッカーですよね。元素爆発で自分を強化してもうガリガリ殴っていくという戦闘スタイルみたいですから、爆発の回しやすさみたいなのも重要なポイントだと思います。
はい、ではラスト3人目ニーロ、まあ、こちらはもうストーリーでがっつり登場していますからおなじみのキャラクターだと思いますが、水元素の片手剣キャラクターです。通常攻撃は片手剣キャラクターでは珍しい最大3弾です。で、元素スキルがかなり難しい。文章を読んでも難解で正直まだ理解しきれていないんですが、通常攻撃と元素スキルを織り交ぜて戦うキャラクターのようですね。特定のタイミングで元素スキルを使用することでステップが発動し、攻撃のモーションが変化したりとか、まあ、2種類の効果があるようです。で、説明見てる感じ、攻撃に特化したステップと、もう一個がですね、自分の周囲に水元素の輪っかを作るステップがあるみたいで、まあ、これが継続的に水元素的に付与できるみたいですね。まあ、これ開花反応とかでも扱いやすそうですし、ガイア爆発と合わせ凍結にしたい。もうそれにしか見えない今の範囲見ると。そして元素爆発を使用するとニーローがダンスを踊り、水元素の範囲ダメージを与えます。またこれに命中した敵に対しては特殊な状態を付与し、一定時間後再度水元素ダメージを出せるようです。まあ、水元素付与の面でも優秀そうな爆発ですね。そしてこっからも重要そうなんですが、チームに草元素水元素のキャラが最低1人はいて、全員が水元素草元素キャラクターであればニーロのステップ終了時チーム全員に特殊な状態を付与します。草元素攻撃を受けると元素熟知がアップする効果、さらに開花反応を起こした時に草原核の代わりにより猛烈で速攻性のある方丈の核を生成します。いや、なんかいきなりやばい効果出てきましたね。まあ、普通開花反応を起こすと、まあ、草原核っていうのが出てきて、これがちょっと扱いにくいんですよね。一定時間経過するか一定個数以上出さないと爆発してくれないんですが、ニーローでね、条件満たして開花反応を起こせばいきなり爆発する速攻性のある方丈核に変化すると、チーム編成に結構きつい縛りがあるんですが、今までにない新しいパーティーが生まれそうです。はい、というわけで今回発表された新キャラ3人の映像と性能に関しては以上です。いやー、全員熱いですよね。味方に水元素付与できるキャンディスの登場で、また新しい戦略、映像でも出てましたが水型国星とかね、水型丸々みたいな遊び方もできますし、そしてセノ、雷元素のゴリゴリのメインアタッカーってあんまり数多くないですよね。で、さらに特殊なのが自身の元素熟知を強化する爆発を持ってるということ。今まであんまりそういうキャラいなかったですよね。まあ、というわけでセノも特殊なんですが、もう中でも一番特殊だと思ったのはニーローですね。ちょっと正直まだ理解できてない。説明聞いてもね、元素スキルが複雑すぎるっていうのもありましたし、あとね、特殊な開花反応を起こす。で、パーティー編成も草キャラと水キャラだけで組まなきゃいけないっていう、もう何から何まで斬新というか全く新しいキャラですよね。まあ、そんなわけで3人とも作り込みはもちろんなんですけど、なんか戦闘とか編成とかでもかなり革命を起こしてくれそうなキャラクターばかりになっていました。はい、バージョン 3.1 ね、より楽しみになりました。今回の動画は以上ですが、またね、バージョン 3.1 新情報をまとめた動画も投稿するつもりなので、そちらもよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。皆さん、今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは美課金や無課金の方でも参考になるような真面目な育成解説、そしてちょっと変な遊び方だったり、変な育成を考えるやけくそシリーズ、この2つを中心に動画を投稿していきます。気に入ってくれた方はマグロのアイコンからチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。